方に来ているんですが、後ろ見てください。素晴らしい作りの、そうそうなんです、変な親なんですよ。もうあの上に今日はここでお泊まりになるっていうヘロンさんの、あの準備がですね、ちょっと見させていただこうと思います。行きましょう。名古屋スクラム。いい香りがする。お邪魔します。そう。レポーターの今乗っけてる絵描きのアモくんです。もうおビールも準備万端ですね。お万端で。どのぐらいもう回られてるんですか。回数というか。か回数なんですね。もう結構回ってます。どのぐらいなんですか。赤いブラウン。わあ。うん。マスク。最初はまあ100%歩いてます。これは何ですね。飲んでるシェルター。あシェルターあるんだけど、ここは一時余ってる。あ、そうですね。いや、いい場所取れましたね。はい、峠の、あの、峠の、これ松尾峠の六角のお堂なんか今もそこから来たから、そっちだと牛もいるし、クマもいるし、ここだとさっきこの小さな蜂が何度も何度も来ましたね。あら、ここに誰かがいる。ろうそくを立てた。あ、蜜ろうの匂いか。ろうに。はい。12月の初めにかけて、約2月。できるかって言ったら、わからないな。これからおしこく病にはまったらできるかもしれません。もしかしたら45日を切るんだよねって思ったら来るかもしれません。それも楽しみですね。さあ、明日は大月町での小学校遍路授業でございます。というわけで、ここ道の駅すくもから、宿の方に向かっていきたいと思います。じゃあ、明日の準備いきましょう。では皆さん、また明日。夕日も見れますからね。すごいね、ありがたいね。あ、これは氷ですね。アイス、アイスはこっちに入ってるからね。あ、いただきました、ありがとうございます。これ見た、はい、いただきます。今の氷面白いですね、これ。丸い穴が開いて、どうぞ飲んでくださいです。ありがとうございます。頂戴いたします。